それは沖縄の中のアメリカから始まった。ロックという名の西洋のサウンド。しかしそれは時間の流れの中で琉球の、そしてまたアジアの音楽と互いに溶け合い、もう一つの新しいサウンドに生まれ変わる。音楽に国境がないことを誰よりも知っているのはミュージシャンその人たちである。音楽はいつの時代も未来へ向かって突き進む。この放送はお客様へより近く沖縄銀行、沖縄電力、流石ネットワーク会議、沖縄セルラー電話、平成リゾートエンタープライズ、沖縄テレメッセージの提供でお送りしました。